大統領官邸はアイルランドの大統領の官邸。英語でもアイルランド語読みのアーレス・アング・ウフタラーンを使用している。以前バイセリーガル・ロッチと呼ばれていた大統領官邸はアイルランドのダブリンのフェニックス・パーク内に位置している。95の部屋を持ちナタニエル・クレモンによって設計され1751年に完成した。元々は18世紀半ばにパークレンジャーで アマチュア建築家のナタニエル・クレモンによって設計された。1780年代にイギリスのアイルランド総督によって購入され、夏の別荘となった。官邸はダブリン城のバイセリーガルアパートメントにあった。官邸は後にバイセリーガルロッジとなり、総督の季節外れの官邸となり、1820年代から1年の大半をここで過ごした。社交季節の間は、 ダブリン城で生活を送っていた。フェニックスパークには、かつてバイセリーガルロッジ主席秘書官、ロッジ次席初期ロッジの三つの官邸があった。主席秘書官ロッジは、現在ディアフィールドと呼ばれており、在アイルランド米国大使の官邸となっている。現在は取り壊されている、次席初期ロッジは、長年にわたり、ローマ教皇庁大使館として使用されていた。一部の歴史家は、 大統領官邸の庭園迷路は、ワシントン DC のホワイトハウスを設計したアイルランド人建築家、ジェームズ・ホーバーンがモデルにしたと主張している。しかし、ポルチコは、ホーバーンの当初の設計の一部ではなく、実際には後に、ベンジャミン・ラトローブによってホワイトハウスに追加されたものであった。1911年には、 ジョージ5世とメアリー・オブ・テックの訪問のために大規模な増築が行われた。1922年のアイルランド自由国の創設に伴いアイルランド総督は廃止された。新たな王室の代表であるティム・ヒーリー総督をより小さな新居に配置する計画だったが、反 AI 条約のアイルランド共和軍からの殺害予告があったため、一時的にバイセリーガルロッチに設置された。 当時の建物はアメリカの作家ハリエット・ビーチャーストーの小説アンクル・トムの小屋にちなんでアンクル・ティムの小屋という愛称で呼ばれていた。1932年に新総督に就任したドブナル・ウアブ・ハーラがダブリンの南側にある特別に雇われた指定に設置されるまでアイルランド自由国総督の住居として使われていた。1938年には アイルランドの初代大統領、ダグラス・ハイドが一時的に住んでいたが、その間、敷地内に新しい大統領官邸を建設する計画が進められていた。第二次世界大戦の勃発により、取り壊しの危機に瀕していたが、取り壊しと新居の設計が保留されていたため、アラス・アンはトレインと解明された。1945年までには、アイルランド大統領府と、 密接な関係を持つようになり、取り壊されることはなかったが、状態の悪さから大規模な取り壊しと建物の一部の再建が必要となった。その後、さらなる修復工事が随時行われている。ハイドは本館の1階の居住区に住んでいた。後の大統領たちは、1911年にジョージ5世の訪問のために建てられたおも屋に併設された新居に移った。しかし、 1990年にメアリー・ロビンソンは古い本館に戻った。後継者であるメアリー・マッカリーズは1911年の胸に住んでいた。首相と政府閣僚は裁判官、司法長官、検事総長、国防軍の上級士官などと同様に大統領官邸で大統領から印鑑を受け取る。また、大統領委員会や国務員の会議の会場にもなっている。 また、警察機動隊の本部も入っている。公共事業局が大統領の資質を提供している。2005年5月9日に、日本の秋人天皇は、美智子皇后と共に、大統領官邸を訪れた。2013年6月19日に、日本の安倍晋三内閣総理大臣は、安倍昭恵内閣総理大臣夫人と共に、大統領官邸で、 マイケル D. ヒギンズ大統領夫妻と対談した。アイト、ジョン・クロフトン、イアン、ブルワーズ・ブリテンアイルランド、ワイデンフェルドニコルソン、P873 カンサルテッド5エプリル2014、マンモス・タスク・オブ・ムービング・アウト・ダン・イン・ミリタリー・スタイル。アイリッシュ・インデペンデント。httpww.independent, いオピニオン、アナリシス。 マンモスタスクオブムービングアウトダミーンミリタリースタイルマイナス二百九十三万九百十四 HTML 二千十一年十一月十日閲覧天皇皇后両陛下ノルウェーご訪問時のお言葉宮内庁二千二十年八月十五日閲覧二国間関係ミニストリーオブフォーリンアフェアーズオブジャパン二千二十年八月十五日閲覧 ありがとうございます。